オトヒメエビは10脚目オトヒメエビ科に分類されるエビの一種。サンゴ礁の岩陰などに生息する鮮やかな体色のエビで、ウツボなど大型魚のクリーニング行動をすることも知られる。生態の体長は40から60ミリメートルほど。体は半透明の白色で、頭部、腹部の中ほど汚線に赤帯があり、それぞれ白帯が隣接する。第三歩脚は、 紅白の帯角4本で彩られる。また、対下面の不足の付け根部分は青い。体表は細かい棘に覆われる。5体の不足しの内前3体は先端にハサミがある。特に第3歩脚は太く長く発達し、断面は四角形で、角々に棘が並ぶ、独特の形態をしている。第1、第2歩脚は、細く短い。第4、第5歩脚は、 細いが、第三歩脚に迫るほど長い。また、エビ類の第一触覚ムチは、体長より明らかに短いのが普通だが、オトヒメエビの第一触覚ムチに体は、体長よりも長く、第二触覚と合わせた計六本の白い触覚ムチを振りかざす。戦術の通り体はそれほど大きくないが、ふわしや触覚が長いので、体長以上に大きく見える。和名は、 鮮やかな体色の上に細長い触角や足を広げた姿が竜宮伝説の乙姫を想起させることに由来する。英名の一つ、バーバー、ポールシュリンプは赤、白、青の体色が利用者のマークを表すサインポールに似ることに由来する。世界中の熱帯、珊瑚礁域に広く分布し、日本では房総半島以南の太平洋岸で見られる。 浅い海の岩礁やンゴ礁に生息し、波の静かな岩棚や割れ目などに、常に雌雄でつがいをなして同居する。雌雄の結びつきは強く、どちらか片方を別個体に入れ替えるとオスがメスを排除してしまう。ウツボ、ニザダイ、ハタ等の訂正大型魚と同所的に生息するが、オトヒメエビはこれらの魚の体表を這い回り、食べかすや寄生虫を食べて共生する。 同様の共生関係を持つ生物には、ベラ科の本メワケベラ、モエビ科の赤シラヒゲビや、白星カモエビなどがおり、まとめて、クリーナーと総称される。大型魚は小動物を捕食する、肉食性のものも多いが、クリーナーとなる生物は、特徴的な体色が標識となり、捕食されるのを防いでいると考えられている。日本沿岸では、夏が産卵期で、この時期には、 メスが放卵する。卵から孵化した妖精はプランクトンとしてしばらく浮遊生活を送る。鮮やかな体食や大型魚と共生することなどからスクーバダイビングなどで観察や撮影の対象となりやすい。水族館でもよく飼育される。ありがとうございます。